はい、ケイです。今回はリーグ戦再開後の1軍昇格メンバー予想してみたということでですね、今回はね、まあ、昨日一応ねちょっと2軍何人か降格したというところで、まあ、またね23日からリーグ戦再開されますけれども、まあ、そのタイミングでねちょっと誰が昇格してくるのかっていうところをちょっと予想して考えていけたらなというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。それではですね、23日からの1軍昇格は誰ということでね、まあ6月19日ですね、昨日一応柘植選手、児玉選手、川越選手の3人が、まあ、登録を抹消されたというところで、まあリーグ戦が再開されるタイミング6月23日に、まあおそらくですね、誰か昇格してくる選手が、まあ代わりに3人出てくるんじゃないかというところなんですよね。なので、まあ今回はね、その3選手に代わって、まあどの3選手が昇格をしてくるのかっていうところを、ちょっとね、話していけたらなというふうに思います。それではね、早速3人誰が上がってくるのかっていうところを話していこうかなというふうに思うんですけれども、まあ、まずね、一人目ですね。まあ、もうこれはね、確定している選手一人になるんですけれども、まず一人目はね、蛭間拓哉選手かなというふうに思います。で、まあ、松井監督がね、もう昇格を明言しているんですね。23日から、もう蛭間選手を上げるということをね、明言しておりまして、まあ、非常にね、まあ、2軍でも、これはね、ちょっと現時点での、これはあれですね、19日時点での成績になってしまうんですけれども、まあ、ちょっと今日はね、4タコということで下がってるんですが、まあ、一応3割6厘ということでね、まあ、非常に、シーズン序盤からずっと2軍で安定した成績を残していました。で、まあ、今日の試合でちょっとね、凡退してしまったということで、まあ、打率も2割9分5厘ぐらいまでちょっと落ちてしまったのかな。そうだったと思うんですけれども、まあ、ただね、まあ、それにしても、こう、序盤からずっとね、2軍で活躍をしていたというところで、まあ、松井一夫監督もね、ようやく蛭間選手に対して、まあ、1軍へのゴーサインを出したというところになるんですね。まあ、ここに関してはもう確定事項になりますんで、まあ、非常にね、楽しみだなというところですよね。やはりドラフト1位ルーキーというところで、まあ、非常にこう、期待を背負っている選手になるんですけれども、まあ、1軍でね、どんなバッティングを見せてくれるのか、まあ、2軍でもね、結構本当に引っ張れる打球が多くなってきたりだとか、非常にね、かつての課題っていうところは克服しつつあるので、まあ、本当にね、その蛭間選手がね、どれだけ1軍に強い人になってるのかっていうところをね、ちょっと楽しみに見たいなというふうに思います。そしてですね、二人目が、まあ僕はね、ここから完全に予想にはなってしまうんですけれども、まあウーネンティン選手が上がってくるんじゃないかなというふうに考えております。まあここ最近ね、非常に絶好調というところで、まあ2軍でもね、打率3割7分4厘、出塁率4割9分2厘、OPS が 1.058 というところで、まあ本当に完全に無双状態に入っているということなんですね。まあ1軍での実績っていうところも、まあ昨シーズン、一昨年のシーズンと結構ある選手になりますし、まあ非常にこう守備力っていうところに関してもね、サードとファーストでは高い守備力持ってますし、まあ一応二遊間を守ることができるし、まあ外野もちょっとかじっているってことでね、まあある程度ユーティリティ性もある選手なのかなっていうふうに思いますんで、まあそういった使い勝手の良さだったりとかところを考えるとね、十分昇格のチャンスところはあるかなっていうふうに思います。まああとはやっぱりある程度球数投げさせたりだとか、まあフォアボールを獲得できるっていうところ、これがやっぱ今のライオンズでね、ちょっと足りてない部分にもありますので、まあそういったところを考えてもですね、ウーネンティン選手の、まあ、昇格ってところは、十分可能性として考えられるかなというふうに思います。そしてね、最後3人目に予想するのが、まあ皆さんもね、待ってる中村拓也選手ですよね。まあちょっとまだ2軍ではね、2安打で打率1割8分台ということで、まあなかなかちょっと調子上がらずというところではなってるんですけれども、まあやはりね、みんな復帰を待ってる中村拓也選手ですよね。まあこのね、怪我をする前はですね、ずっと1軍の方で4番として活躍をしてくれていて、まあ月間 MVP もね、3月4月獲得をしましたし、まあ本当にホームランもね、打率も高いというところで、まあ良かったんですけども、まあちょっと怪我をしてしまってですね、まあ中村選手がね、ちょっと怪我して抹消してしまってからライオンズ打線もね、なかなかうまいこといかなくなってしまって、やはりまあ今のライオンズ打線に必要不可欠な存在といっても過言ではないのかなというふうに思います。まあまだちょっとね、状態見ながらってところにはなるとは思うんですけども、まあもうね、本当に次のカードからはね、十分中村拓也選手昇格あるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ一軍でね、徐々に試合に出ていく中でね、調整をしていってくれればいいと思いますし、まあそういうもうレベルの選手なのかなというふうにも思いますんで、まあちょっと中村選手の昇格っていうところもね、期待をしていきたいかなというふうに思います。で、まあこのね、紹介した3人以外にも、まあ他にもね、昇格の可能性のある選手、最後ね、紹介していきたいかなというふうに思います。まず一人目がね、滝沢夏生選手ですね。まあ降格したのがね、一応児玉選手というところで、
まあ、一応児玉選手はね、源田選手のショートを守るバックアップとしてね、入っていたということなんですけれども、まあ、そのね、バックアップとなる選手が、降格をしてしまったというところで、まあ、一応ね、そのショートを、まあ、守れる選手は一応いるんですけれども、まあ、一定レベルというか高いレベルで守れる選手っていうのが、まあ、現時点で源田選手しかいないという状況になったんですね。まあ、一応平沼選手とかもね、ショートやろうと思えば守れるんですけれども、まあ、あんまりね、ショートを守る機会ってところそんな多くないですし、まあ、基本はね、やっぱり児玉選手、滝沢選手っていうところがね、源田選手のバックアップとしてはメインになってくるというのがね、今年、まあ、昨シーズンからの流れということになっていました。でね、まあ、そんなところで、まあ、一応児玉選手がね、降格をしたということですんで、まあ、滝沢選手がじゃあ代わりに上がってくる可能性あるんじゃないかなというところではあるんですけれども、まあ、ちょっとね、滝沢選手をこう僕は一応予想しなかったところとしては、まあ、なかなかやっぱ2軍成績ってところは良くないというところですね。ここまで打率2割7厘というところで、まあ、なかなかやっぱね、いいとは言えないですし、まあ、あとはやっぱりまだ若いですよね。まあ、バックアップにするような選手じゃないんですよね、はっきり言って。まだやっぱり、まだ2軍でね、たくさん実践経験積んで、体作りをしていくというところで、まあ、1軍で別にバックアップにするような選手ではまだないというところもありますんで、まあ、実際にシーズン前に松井稼頭央監督も滝沢選手今年2軍で行くってことをね、そういった方針を明言しておりますんで、そういったところを考えてもやっぱり滝沢選手の昇格はね、一旦ちょっと今回はまだ考えにくいかなというところでした。まあ、ただ可能性としては一応あるかなというところですね。で、まあ、ここで2人目が山野辺選手になるんですけど、まあ、山野辺選手はね、十分僕これ昇格の可能性あるかなというふうには思っております。まあ、2軍でもしっかり成績残してます。打率3割、OPS0.916 ということで、まあ、非常にこう活躍していて、まあ、打率も残してるし、まあ、長打も非常に打っているというところで、ホームランもね、まあ、ここまで5本打ってるんですよね、2軍で。まあ、まだ1軍でホームランのところ打ったことないんですけれども、ちょっと今シーズンは非常にその長打力、パンチ力ってところが、ついてきてる可能性が非常にこうね、2軍成績を見てると高いということですんで、まあ、そういったところも考えてもね、非常に打てるというところを考えると、まあ、昇格はね、十分あるかなというふうに思いますね。やっぱり今のライオンズなかなか打てないというところが課題ですんで、まあ、2軍でそれだけ打ってる山野辺選手の昇格というところは可能性あるかなと思いますし、まあ、一応山野辺選手もね、そんなに慣れてはないんですけど、まあ、ショートを守れるということですんで、まあ、そのね、児玉選手の代わりにも、まあ、なりうるかなというところでね、昇格はあるかなというふうに思ってます。で、まあ、一応、あと中村拓也選手の、まあ、状態ところを考えても、まあ、まだまだ正直、まあ、2軍成績だけを見るとね、上げられる状態ではないというところ。まあ、僕はちょっと期待を込めて中村拓也選手一応ね、3人中入れましたけれども、まあ、まだまだもしかしたらね、年齢的な部分もあって無理させないというのもあるので、今回は一旦ね、昇格見送りっていうところもあるかなというふうに思います。あと中村選手レベルがやっぱり昇格を決まってるってなると、まあ、記事になっても全然おかしくないかなというふうに思うんですけど、まあ、そういった記事があまり出てないところを考えるとね、中村選手ではなく、中村選手は一旦昇格見送りで、山野辺選手が上がってくる可能性というところもね、十分あるかなというふうに思いますんで、まあ、一応ね、山野辺選手も十分候補に入ってくるかなというふうに思います。はい、そうですね。まあ、ちょっと3人の選手一気に降格したというところで、まあ、誰がね、その23日リーグ戦再開するタイミングで上がってくるのかところ、まあ、非常に皆さんも注目していると思います。まあ、一人はもう蛭間選手で確定しています。これはおそらく川越選手の代わりですね。まあ、左の外野手が抜けるところで、まあ、代わりに蛭間選手が入るというところになってるんですけど、まあ、残りの2人ですね。柘植選手、児玉選手の代わり誰が入ってくるのかっていうところ、ここはね、ちょっと中村拓也選手の昇格も含めて、注目ポイントになってきますんで、しあさっての工事っていうところね、ちょっと注目をして見ていこうかなというふうに思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。